ハイドン公共曲第98番編の長長方冒険 I-98 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1792年に作曲した音楽章からなる公共曲で第1期ロンドン公共曲の中の1曲。同年の3月2日にハノーバースクエアルームズにおいてザロモンの演奏会で初演された。自筆府はかつてベートーベンが所有しており、 その後ベルリンのプロイセン国立図書館が所蔵していたが、第二次世界大戦後は長らく行方不明だった。現在は、ヤギエウオ大学図書館が所蔵している。チェンバロは、第四学章の最後近くに独創が出現するが、これは、ハイドンの全公共局の中で、チェンバロが必要な唯一の箇所である。初演では、ハイドン本人が、チェンバロの前に座っていたと伝えられており、 ハイドン本人によって演奏されたと考えられるが、チェンバロ独奏部は、自筆譜にはあるが、当時の筆者譜や印刷譜には存在せず、本来は、曲の一部ではなくてその場だけのサービスのつもりだったかも、しれない。第一学章女奏はに二拍子で、弦楽器のみで演奏される。単調で始まるが、主部の第一主題が使われているところに特徴がある。 主部はアレグロになるがそのままに二拍子で始まる。定時部終わりあたりに、大声によって神秘的な四つの二部音符による主題が出現する。展開部は対法的である。第二学章へ、長長三四拍子、そなた形式。トランペットとティンパニは休み。主題が英国国家である、国王陛下万歳に似ているとも言われるが、モーツァルトの 体幹式ミサのアニュスデートも共通している。また、公共曲第41番、ジュピターの第2楽章とも共通したところがある。ドナルド・フランシスト・ b ービーによれば、親友であるモーツァルトが作曲の前年である1791年2月に、亡くなったことに対する哀悼の意が込められているという。なお、同じ主題を、ハイドンは、ハルモニーミサのアニュスデーにも使用している。 単調で激しく盛り上がった後に、最初の主題が再現された時、チェロ独奏による対戦率が加えられる。華やかなメヌエット主部では途中で、フルート独奏が聞かれる。トリオでは、ファゴットと第一バイオリンに戦率が現れ、途中でファゴットがフルートと交代する。68拍子、そなた形式。展開部は弦楽器のみになり、 バイオリン独奏による集結主題が変異蝶々で演奏され、前奏と交代する。それが終わると再現部にはいるが、それに次いで突然速度がモデラートに変わった後、最初の速度に戻って前奏で長いコーダが演奏される。その後にさらに11小節のチェンバロの独奏が加えられた後、本物の集結に至る。ありがとうございます。